ここに置いてください。原稿料入ったらすぐ出てくから。お前ももう35だろ、別な仕事考えた方がいいんじゃないのか。今まさに大ピンチ。突然難しい質問だね。たせなぞき。俺はお前のこと嫌ったりしないから何でも聞け。わらわ、母上にまた会えるであろうか。会えるよ。小太郎は一人暮らし、6月12日土曜夜11時30分。こいつには悪いけど、嫌われるかもしれないけど、この嘘は突き通すって決めた。